いい天気だな。ありがとう。すごいね、この人。まだ5時20分なのにこの混み具合よし、じゃあ行きますか。じゃあ出発します。5時18分、山の花に向かってですね、出発です。こっちは志仏さん。じゃ行きますよ。先行って、鳩町からですね、山の花までは、緩やかな下りになります。あ、綺麗だな。いいね、尾瀬はなんか水が全部綺麗な感じが。もうこの整備具合はもうすごいね。さすが尾瀬だね。
うん、ちょうど50分だね、出発して、ね、うん、50分だ。ビジターセンターまだやってね、うん、まだ早いね。いや、私物さんやるときはここに、ここでテント張ろうかなと思ってた。帰ってきたらビール飲めるね。うん、物産層、休憩。ツバメがすごい、うん、さあ行きましょう。あ、頭が入ってる、うん、ゼロッチ。川、川、川上川、うん、綺麗、綺麗だな。しかし、うん、ほら広げた、あ、すごいな広大うわお、今っぱらが狭く感じるよ。本当だな。点々と地頭が、こっちどうだ。
晴らしいね。素晴らしいね。すごいね。うん、地頭地帯。すごいね。この地頭は完璧。あ、これまん丸だよ、これ。そうだよ、だからまん丸。すげえ。東電小屋の分岐です。よし、休憩。やばい、やり酔っ払ってる。よし、行きましょう。7時46分、竜宮ですね。竜宮の、小屋に到着です。あ、すげえ、ジジババばっか。じゃあ7時59分、まあ8時だな。竜宮を出てですね、見晴らしの方に行きます。あ、木道が壊れてる、うん、斜めになってるね。ボヨンボヨン。綺麗だ、これな。こっから福島県です。福島ということは、あの山はかの有名な日内ですね。日内ヶ岳、うん、
晴れてきた。まあ説明するまでもなくですね、まあ尾瀬の番人というか、東北地方、北海道地方合わせてですね、最も高い山、それが日内ヶ岳です。遠くから見ても分かるようにですね、特徴的な山の形をしてまして、2つの頂上、マナイタグラ、こっちがシバヤスグラですね。まあシバヤスグラの方が 20〜30m 高いんですけど、まあ2つの山頂を持つ山です。去年の8月の終わり頃かな、僕は三池川から登ってですね、まあ2つのピークを登ってきました。こっちがですね、至仏山ですね、至仏山、至仏山、こっちが日内ヶ岳、非常にいい天気ですね。開けた。ん？開けたよ。さあ目の前に見晴らしのですね、小屋がいくつもあるんですけど、見えてきましたね。まあ、バックは言わずと知れた、日内ヶ岳です。いやー本当にね、ここが一番尾瀬って広いなって思うところですけど、素晴らしいね。誰もいないし、本当ね、誰もいないね、すごいね。もう一回せーの、ほい。うわー見晴らしです。うん、彫像小屋ってあったろ。あったあったな、大勢の前に。第二彫像小屋、